はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回は春節を意識してもうそろそろ買い付けしなきゃいけないかなーっていうふうに思っているタイミングは実はもう随分遅いタイミングなんだよという話をさせていただきたいと思います。今日は12月13日なんですが、実は昨日今日代行会社さんとやり取りして、私1200ロットの買い付けをセラーとしてドカンと行ったんですね。でそれは春節を意識して逆算していったから、今日が自分の中ではリミットだ、期限だって思ったので買い付けをしたわけなんですが、なんで今日がリミットだと思ったかっていうことをしっかりと時系列で逆算しながら説明させていただきます。まず春節っていうのは旧正月ですから、旧暦ですから毎年変わります。2020年に関しては1月25日が春節なんですね。でこの1月25日だけが春節なんじゃなくて、春節っていうのは大型連休がありますから、1月24日から1月30日ぐらいまでっていうのは、このまあ約1週間ですね。1週間っていうのも俗に言う春節っていうふうに言うわけです。でこの春節の前の1週間と後ろの1週間っていうのは物流が完全にストップします。春節の1週間も含めた3週間の物流がストップするってことですね。じゃあ物流がストップするのはいつかっていうと1月17日前後と言えます。早い工場っていうのはもう17日じゃなくて15日とか1月10日とかに工場をストップしちゃう場合もありえます。つまりこの日に完全に商品が発送されてなきゃいけないわけですね。でどっから発送されてなきゃいけないのかっていうと、空港から発送されてなきゃいけないってことです。完全に商品が飛行機に乗せられて、中国アメリカやられている私の生徒さんであれば、もうアメリカに完全に離陸して発送されている状況にならなければいけないっていうことは、だいたい検品に2週間かかるとしたら、1週間前だったら1月10日、2週間前だったら1月3日になりますよね。じゃあ1月3日に商品が全部出揃っていなければならないっていうふうに考えていくと、その1月3日の1週間前ですから、12月27日には商品の注文書っていうのを代行会社にしっかり提出している必要があるわけです。代行会社に商品の注文書が12月27日までに届きました。その後1週間かけて買い付けを行いました。さらにその後2週間かけて検品を行って発送を行う1月17日という流れになります。ただこれカツカツの予定の入れ方をして、ギリギリ12月27日だったら間に合うかなってことなので、実際は1週間ぐらい余裕を持って、やっぱり買い付けでいろんな、まあ、トラブルといいますか、やり取りがね必要になる場合もあります。代行会社さんと先方のアリババ業者との間でやり取りを行う必要があったり、いろいろ確認事項もあると思いますから、さらに1週間余裕を設けて12月20日には注文書を出している必要があると。しかしながら私の場合1200ロットっていう数です。1200ロットにいちいちラベルを1200回貼るっていうのもそれなりの作業ですから、さらに1週間余裕を持って12月13日、要するに本日ですね、本日完全に商品の注文っていうのを開始したっていう流れです。このような形で春節が1月24日から1月30日だから、まあ1月中になったらなんか商品注文書出しゃいいのかなっていうふうに思ってる方が結構多いんですが、もうその要するに1ヶ月半前ですね、1ヶ月半前には余裕を持って注文出しているっていう必要があるわけなんですよ。このことがどうしても抜け落ちてる方っていうのが多いと言いますか、代行会社からもいろんなお知らせが届いていたりだとか、私の以前の動画でも同じことを申し上げたことっていうのはあるんですが、そういった内容の動画っていうのはあるんですが、どうしても逆算すると1ヶ月半も前に、春節の1ヶ月半も前に春節を意識した買い付けを行うって、慣れるまではやっぱりみんな失敗しちゃいます。私もそうでした。でも今のうちからこの逆算で1ヶ月半前から動いていく。まあ要するに今日っていうと、いきなり今日買い付けしようとってもう無理だよっていうふうに思う方もいらっしゃると思うので、そこフォローさせていただくと、春節を意識して買い付けを行う商品っていうのは特に春節中に在庫切れを起こしたくない追加買い付け分の商品なんですね。で、どうしてもそれでも春節に間に合わなかった、買い付けできなかったと、在庫切れを起こしそうだ、どうしようって思った方は、
いろいろな方策っていうのはあるんです。だからコンサル生の方っていうのは、どうしてもうちのこの看板商品が春節中に在庫切れになりそうなんだけど、どうすればいいですかっていう話はおっしゃっていただければ、サポート期間中の方はお答えしますので、そこはご安心いただければと思うんですが、とはいえ、できれば在庫切れ、心配せずにもボンボン売れるんだったらボンボン売っていきたいっていうのがセラーの一番最善手だと思うんですよね。だからそういったことも加味して考えていくと、1ヶ月半前に行動していくっていうのをぜひぜひご理解いただければなと思います。今回は春節中に在庫切れを起こさないようにするための買い付けということで、1ヶ月半前がある種の私の中ではね、大量に買い付けるのでリミットだったっていう話をさせていただいたんですが、ハロウィンだとかクリスマスの商戦系っていうのは、じゃあその商戦のために動いていくっていうのは3ヶ月前から動かなきゃいけないんですよ。1ヶ月半の倍、3ヶ月前から。例えばハロウィンっていうのは10月31日ですけれども、その3ヶ月前っていうと7月31日からもうハロウィンを意識した動きっていうのを行っていく。それは商品リサーチも含めたことなんですけれども、行っていく必要があるっていう点も合わせてご理解いただければなと思います。というわけで、今回は春節を意識した買い付けは1ヶ月半以上前からっていう風に意識しておいていただければという話をさせていただきました。最後までご清聴ありがとうございます。失礼いたします。